皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということでまたまたラバちゃんユーロトラックシミュレーターを開いているんですけども、なんと皆さんですね、もうすぐ2月24日ということでバレンタインデーの季節になってまいりました。で、今ねこのワールドオブトラックでスイートバレンタインっていうイベントがあるらしいんですよ。こちらのイベントをちょっとやっていこうかなと思います。14回ね、運ぶらしいんですよ、このバレンタインのやつ。こっから出てない？出てるけど、めっちゃ遠いじゃないの。あんまり遠いのはやめてよ。まあ、こちらの方、やっていきましょうか。じゃあ、結構あれですね。いや、結構距離ありますよ、皆さん。ん？トレーラーの準備できてるって。トレーラーの準備できてるって、普通言わなくない？あれだ。そして私これ。ん？ちょっと待って待って待って。できた。OK。で、またあれなんですよ。今、初めて私これ一発目、あれなんですよ。G29 じゃなく、モザ R9 で、初ですよ、初。今これ初実況撮ってますんで。ちょっと慣れてないかもしれませんけども、間もなく左方向です。はい、左方向、了解。左です。 OK。 あのね遠いこのボタンがやっぱディープコーンつけてるだけあって遠いっすね。こうじゃなくてこうの方があれだもんね。左方向です。左方向、了解。このパドル遠いね。こうなんだもんね。左です。はいはいはい、待って、おっと来てるね。あ、でも大丈夫か。はい、行きます。よいしょ。で、ここでまっすぐにして行く。なんかこれ忙しいね。慣れれば多分大丈夫なんですよ、これ。慣れてないからなんですよ。どっち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 。まもなく右方向です。あそこですね。あ、ありましたね。ありました、ありました。オッケー。右です。右ね。よいしょ。目的地に近づきました。すげえ。案内を終了します。ベンツのエアロを置いてあるじゃないの。お疲れ様でした。お疲れちゃんでございます。で、俺をよく一緒しまして。入れてく。はい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 、オーケー、了解。はい、いいと。目的地までご案内します。はい、お願いしますよ。700キロなんでワンチャン2回に分けると思います。皆さん300キロぐらいで、何キロだ、350キロぐらいで一回分けましょう。これあれなんですよね、やっぱね画質もちょっとあるんですけど。右です。危ねえ、ちょっと待って、ここだ。 OK。 めっちゃ忙しいねこれ。まもなく左方向です。めっちゃ忙しいよ。左です。左ね、了解。まあでも俺はワイドだからそこまで視点変更して確認しなくてもって感じか、多分。何のためにワイドモニター使ってんだって話になるからね、これね。いやでもこのボタンちょっと考えなきゃいけませんね。慣れなんだろうけども、慣れなんだろうけども、慣れなんだろうけども、オシーズンクエイ。ディープコーン。ディープコーンかっこいいんですけどね、これ。あ、そしてあれだ、俺。ガソリンないじゃないの。ガソリンちょっとどっかで入れてかねえと。あ、まず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 、危ない。ブレーキとかもあれだね、ちょっと若干すった。あー、てかバレンタインになってるね、ちゃんと。すげえ、すごいよね。あら、あらあら。 OK、 いきます。普
ふざけてる場合じゃない。まあ慣れていきましょう。うん、まだ言うてこれつけて2日目なんで、今からもっと慣れていかなければなりませんよ。ラボちゃんは前言った通りあのデッドゾーン少しもう本当ちょろっとっすね。もう本当こんなちょろっと入れて、入れるとねもうかなり違うんですよね。うん、最初2、3センチずらしても全く動かなくなっちゃうんで、いや本当大変。さて、まあ、あれだね、トラックのエンジン音めっちゃ静かだね。あれ V8 入れてなかったっけ俺。まあいいか。これはあれかな、もしかしたらワールドオブトラック入れてるんで90キロになってるね、これね。まあいいけど、まったりと行きましょうか。で、あれですね、先ほど言った通りなんですけども、ガソリンスタンドがあったらガソリンを入れたい。バレンタインデーですよ。赤ちゃんもらえるかな、今年バレンタインデー。これどうなんだろうな、これバレンタインデー過ぎた後かな、これギリギリだと思うんですよね。これ今収録してますけど、今これ収録してるのはねバレンタインデー前なんですよね。でこれもしかしたらワンちゃんバレンタインデーの後に実況出てる可能性がありますから、ギリギリね。なんでその時は皆さん、私がバレンタインデーもらったのかどうかはもしかしたら配信でね、分かるかもしれません。でもあれなんだよな、ファンレターとか俺設定してないから送られてくるっていうのないんですよね。これファンレターの事務所とか設定しようかな。ねえ、ワンチャンあれですよね。まあでもまだもらえないか。そこまでしてもらいたいっていうね。バレンタインデーのチョコが欲しい。ねえ、悲しい、悲しいよこれ。でもね、その悲しさをですね、ラボちゃんもハンコンね、自分でバレンタインデー買いましたんでね。お、なんかやってんじゃないの。あ、またこれ事故だ、事故ってましたね。さて、まっすぐとあれだね、いやでもなんか久しぶりだなぁ、ユートラで実況で。ほんと何、これ今バレンタインでやってますけど、こういうなんて言うんでしょう、本当のただの配送。何かしらね、今までバートランドとかユートピアとかさ、そういうのばっかだったじゃないね。でも実況でさ、あれなんですよね、左レーンをおすすめください。左レーンね、両替実況でさ、まあ結構マップ走るはありだけどさ、このヨーロッパの、まあ、今回はね、あ、燃料あとわずかってなってるね。まあ今探してますけどね、ヨーロッパをね、ただただごめんなさい、ただただ運送するってさ、実況だとね、特にね、なんていうんでしょう、喋る話題すらないわけですよ。今回はそのバレンタインデーのね話をしておりますけども、ラボちゃんあたりはね、他の皆様一体実況でこれ撮ってらっしゃる方は一体何を話してヨーロッパ走ってるんでしょうね。いやーヨーロッパ綺麗だねなんつって
走るのもさ、最初のあれじゃない、初めね、2、3回やるかなんかで、いやいいですなーなんつって撮るかもしれませんけども、それ以降は特にでしょこれ絶対。ってなるとやっぱさ、まあ、新しいマップ入れてさ、あ、マップ綺麗ですねって言って走るとかさ、そういうのじゃないと、あ、映えないんじゃないの、話題だってね。でもないし、ゲーム実況なんてさ、それこそほぼほぼ独り言なわけじゃないね。ってなると喋る話題って結構難しいですよねこれ。いや、ガソリンスタンドね、もうマジでかけるしかないよ皆さん。これあと残り何キロぐらいなんでしょうね。これ確かさ、インフォメーションで見れなかったっけ、74リットル残りって。あ、出た、220キロ走れる。意外にいけんでしょ、220キロ走れれば。大丈夫大丈夫。220キロ以内にガソリンスタンドが一軒もないはないでしょ多分ね。これリアルのやつだとさ、全然あのね、220キロぐらい出てたとしてさ、実際90キロとか100キロ走んないからね俺の回転とか。マジで全然あれなんですよ、減ってくのは減ってくけどね、多分なんかね、2、3キロずつ減ってる気がする。ああ、そういえば車検だったんですよ、車検。おととい車戻ってきてね、うん、すごいんですよ、あの台車持ってきてさ、まあ、知り合いの車屋さんがさ、お前持ってくからっつって朝来てさ、持ってってさ、でその日にもう整備したんですって全部。で次の日、日曜だったんですよね、取りに来たのが。で月曜日の朝一で、車検場持ってったんだって。んで、月曜日のね、12時半ぐらいに持ってきたのよ。ほんで台車、軽自動車をさ借りてさ、いつもその月曜日の次に火曜日だからさ、火曜日いつもその軽自動車を乗り回すっていうのを俺やってたわけ。でその台車のその軽自動車にいつもさ、その方まあ台車だからっつってターボつけたりさ、ブローフバルブつけたりしてさ、もうバリッバリに改造してあるやつなわけよ。でそれを彼も知ってるから持ってくるわけじゃないの。いやーこれは楽しいなと思ってさ、ドライブしようかなと思ってたんだけどさ、もう持ってきたままですよ、持ってきたまま駐車場に置いて、んでそのまま、まあそこもう鍵全然触らずですね、そのまま置きっぱの状態で全く乗らずにそのまま乗って帰るっていうね。いやー、運転席にちょっと座りたかったね、久しぶりに軽自動車の。久しぶりに乗りたいじゃないの軽自動車。ウィンウィンする感じね、軽自動車ね、いいですよね。だ軽自動車のスポーツカーなんつうのはもしかしたら楽しいかもしれないとラブちゃんは思っている。運転しやすいね。っていうかハンドルがやっぱりですね、スムーズ軽いんですよ G29 に比べて。 G29 ってさ、ベルトでついてるんで、あと最初の初動のさ、この滑り出しでも結構トルクかかってるわけで、これに関して言うとさ、モーター制御でなおかつ今デッドゾーン入れてるんで、最初の部分がさ、トルク全くかかってないのよ。トルク、ちょ、ナオトさん、チャンネル登録ありがとうございます、イエーイ。ということで、ちょっと待ってください、事故ってんじゃないのこれ。ちょっと待って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 、あぶな、あぶないっしょお前、どういう車線変更やねん。本当にチャンネル登録ありがとうございますなんて言ってる間に寄せなさいよ、危ない。あ、でもここであれかな、ちょっとフォトスタジオで写真でも撮っときましょうか。さてさて、一発目の写真は
バレンタイン運送をね、やっているとラブちゃんが。んで、時間帯変えましょうか。あ、いいですね。いいですね。この感じ。天気変えましょうか。天気すごいよね、これ。俺、何のモット、これ。わからんけど。バレンタイン運送をするという感じかな、これ。うん、よいしょ。いいですなぁ。こんな感じね。青木。いや、素晴らしい。で、あれだね。いい加減、私本当にあれですよ。ガソリンスタンド見つけないとやばいよ、これ。いや、ほんとここのハンドルのデッドゾーン入れたら、デッドゾーン入れたであれだな。気をつけなきゃいけないな、軽さ。フォースフィードバック全開とかの方がいいのかな、これ。全開だとちょっと重くなりそうな気がして、あんまり入れてないんですけど。フォースフィードバックはかかってんだよね、ちゃんと。ガタガタしてるけど。リニアにした方がいいのかな、これ。まあ、そこら辺はちょっとあれですね、繊細な動きになりますけども、ちょっと考えましょう、これ。要相談でございますね、これ。っていうか、いよいよマジで本当にガソリンスタンドないとまずいよ、これ。そして350キロで割るって私言ってましたけども、350キロなっちゃいますよ、これ。本当にまずいよ、これ。バレンタインデーもらえるもらえないの話をしてる間にガソリンがどんどんなくなってくる。バレンタインデー欲しいけども、バレンタインデー欲しいけども、一体どうなるかね。皆さん、バレンタインデーもらえる人もどうなんでしょうね。俺の中で一般的にさ、バレンタインデーもらえない人の方が多いと思うんですよね。全体図として、あの分母としてさ。だけどどうなんだろう、今の若い子たちってさ、よく友チョコとか言うじゃないの。友チョコとかもらえんのかね。どうなんでしょう。アマちゃんの場合はワンチャン客ですね。お客さんから、お客様からいただける可能性あるんで。ね、おばあちゃんあたりがね、あ、なんだ、バレンタインデーだからチョコレート持ってきたよ、なんつって。おっと、ガソリンスタンドがあった。ちょっと入ってきます。あぶねー、これはありがてえ。直進です。オッケー、ちょっと大きく回ってくる。さて、こっから行ける。よし、こっからじゃあもらってっちゃいますよ。うん、よいしょ。オーケー。じゃあ入れてきます。いやー、よかったー。赤マーク消えましたね。よかったよかった。すーげー、1200ユーロ分入ってますよ。はいはい、洗っちゃって。さて、じゃあ入っていきます。ラブちゃんが、よいしょ。新ルートで案内します。うん、了解。直進です。了解。ほっ、
どういう入り方だよ、あなたたち。待ってなさい。ちょ、行きなさい。何ブレーキだ、お前、それ。普通に。何ブレーキを。OK。よーし、行きますよ。あ、危ねえな、あの警察。めちゃめちゃ危ないですよ、その運転。いやでもこのデッドゾーンちょっと気になるな、ごめんなさい。デッドゾーンね、これすげえ微妙な設定なんですけど、ほんとこれちょっとしか入ってないんですよ、これ。これですよ、このちょっと。これはほんと今ゼロにしてみます。で、最初これデフォゼロなんですよね、これ。あーでもゼロの方がいいな、多分。 G29 も俺ゼロだったような気がするんすよね、これ。まあいいか。あーやばい、そういうこと言ってる間にもう350キロになっちゃいましたね。ということはもうさっきのところで休憩でもよかったが、まあ350キロ過ぎましたらちょっと路肩に止めましょうか、じゃあね。350キロなるけども、ちょっとごめんなさい。じゃあこれ一回あれっすね、右レーンをお進みください。あー右レーン、あ、ちょうど出るじゃないの。右方向出口です。あーよかったよかった。じゃあここら辺でちょっと右方向出口です。よいしょと、はい、と。ということで、本日はですね、こちらバレンタイン企画1本目なんですけども、思いのがこれロングのお仕事しかないっぽくてちょっと大変そうでございます。なんで今回2回に分けましてちょっとやってきますので、また次回こちらの方でやっていきたいと思います。まあ、できたら配信の方でもねちょっとやっていこうかなと思っておりますので、そちらの方のね配信も皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。そして本日はこちらのですね、モザの R9 使いましての一発目の、実況の収録でございました。印象だいぶいいでございます。うん、こちらの方使ってね面白い動画今後も作っていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけでこちらの動画楽しかった方はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、また次ラバちゃんのですねユーロトラックシミュレーターの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。